はい、どうも、ルーでございます。先ほど出したばっかりなんですけれども、もう一本、出させていただきます。スタリラのね、生放送をやっていたんですけれども、そこの新情報が、なかなかすごいなと。生放送見れなかった方もいるかもしれないんで、ここで軽く情報をね、公開したいなと思います。まずアップデート、今後のアップデート、ドン。レビュー曲が大量に追加。サンタクロースが持っている大きな袋の中から、これも嬉しいよね。ひこりちゃん驚いてくれるかな。どんな性能なのかもすごい楽しみだし、うん、曲聴くのも楽しみだしね。いいっすね。サンタクロースが本当に第2弾トン。レビュー曲の機能アップデート。曲と異なる関係を、曲のと効果の関係を一新。同じ曲でも異なる効果を持てるようにアップデート。そして曲が手に入るレビュー曲探しが登場。そしてこれが目玉だと思うんだけど、一つのレビュー曲に複数の効果を持たせることができる。これはでかいよね。今まではさ、例えばね、攻撃力 25% だけとか、そういう感じだったんだけど、やっぱり多分使われてない曲があるんだろうね。やっぱりあまり。これを合わせることができれば、使う頻度も上がると思うんだよね。相手が例えば雪属性のボスだって分かってたら、やっぱり雪属性特攻のやつ使いたいじゃないですか。でも、攻撃力を実際上げる方が、ディスカバリーで攻撃力を上げる方が、結局、結果的にダメージが多かったりするじゃないですか。だからそこら辺を、例えば雪特攻も入れてってやれば、できるかわかんないですよ。雪特攻も入れてやれれば、これかなり効果的ですよね。あとは付け替えがどれぐらいできるのか。まあ、コインが多分かかるんじゃないかなと思うんですけど、それとも新しい、アイテムでやるとか。そこら辺も楽しみですよね。うん。で、続きましてが、こちら。その他のアップデート。マイシアターで連続で家具を置けるようになります。ギャラリーでシアターストーリーが閲覧可能になります。要は、ギャラリーだから、ギャラリーどこだっけ？あった。ここで、何のお構いもできませんが、ここで見れるってことだよね、要は。実際やってる時って、さっさとイベントやりたいから飛ばしちゃったりするじゃないですか。それも後で見ることはできるって考えたら、なかなかいいシステムなんじゃないかなと思います。やっぱりストーリーは見たいからね。うん、見たいけど急いでイベントやんなきゃみたいな、そこのね、こうジレンマはね、結構あったんで、それが解消されるっていうのいいな。寝る前にこうちらーっと見たりとか。うん。で、これ多分初公開なんだって言ってましたね。この設定画の公開。後ろ姿を見ることってほとんどないじゃないですか。だからこれすごいいいなと思いました。これニーハイなのかな？後ろから見ると完全ニーハイなんだけど、前見ると膝のところが空いてるんですよね。これがめちゃめちゃ可愛い。で、ここの、スカートのフリル的なところが生クリームを表現してるんじゃないかなっていうのが、まあ、あるなっていうところ。そしてまあ、色はチョコレート。で、ついてるのはチョコレートのトッピングみたいな。素晴らしい。素晴らしい。ひかりちゃんかわいい。必ず完登してみせる。そして、じゅんなちゃん。いいっすね。ゆんなちゃんも。
ちょっと一息も大事だよね。ここいちごパフェついてるんですよ。いちご3つついてるらしいです。かわいいよねこれもね。素晴らしい。で、イベントがあるみたいですね。少女鍵レビュースターライトワンダーストア in 新渋谷丸い。渋谷でやるんだよね。 しかも渋谷の丸いで。で、これが、3月21日から4月7日。まだ遠いな。ストアだから。まあ、グッズとかがたくさん売ってるんだと思うんですけど、また、どっかでね、話出てくると思うんだけど、これちょっと楽しみだよね。俺、あんまり、こういう、なんていうのかな、ストアとか行かないんだけど、ちょっと見に行ってみたいなって気があります。俺ね、フィギュアとかも買わないんですよ。買い始めたらキリがないと思ってるんで。ただ、全然違う話になっちゃうけど、レムリンだけ。レムリンだけ。これ多分、なんだっけ、UFO キャッチャーでゲットできるやつだと思うんですよね。うん。これ買いました。これだけです。であとはまあガンプラだろうね。今積みガンプラあるんで、RG のリアルグレードの、シナンジュと、あと、ストライクガンダムとスカイグラスパーと、あとはユニコーンガンダム。であとは HG の、デルタガンダム。まあ、どうでもいい話しちゃいましたね。まあ僕ガンダム大好きなんで、まだバルバトス見てないんですけど、見よっかなと思ってますね。スノードームの中を舞うキラキラ輝く雪が見たくて。どうすか皆さん、先ほどの情報を見てどうでしょうか。俺はすげえワクワクしてます。あれ、あとなんか一個忘れてるような気がするな。これここだなきっと。おかしいな、なんか一個忘れてる気がする。なんか一個忘れてる気がするんだよな。プレゼントを送るんだよね。今までのクリスマスと違うから不思議な気分。あれ、なんかね、マルチが実装されるっていう話でしたね。レイドボスを戦うのに、マルチを使って戦うみたいな話が出てました。ちょっとそのスライドを取り忘れちゃったみたいですね。申し訳ございません。いや、ちょっとこう、幅が広がりましたよね。プレイする幅が。VS レビューだけじゃ、やっぱり、なんていうのかな。マルチをやってる、なんだろう。お互いプレイしてるっていう感じは、やっぱりちょっと薄いかなっていう気はしてたんで。俺全部オートでやってるから、最近負けてばっかりなんですけど、レイドが来れば、もっともっと楽しくなるのかなと。この多分、ここら辺にできるんじゃないかな。ストーリーとイベントの間あたりに。うん。楽しみですね。まあ、それがいつ実装かっていうのはちょっとわかんないんですけど、めちゃめちゃ楽しみ。あとみんなイベントどうすか？俺今やっと4のさ、寝てたから。こっからちょっと俺、寝ずにやろうと思ってるんで。そこ、どう？準備不足よ。一気に行くよ。あとね、パーティーの組み方すごい悩んでんだよね。どのパーティーが適正なのかが。自分なりには頑張ってるつもりなんだけど、なかなかうまくいかないんですよね。まあアマテラスヒカリちゃんは最強に強いなと思うんだけど、この中には入ってないんだけど。あ、そっか、これあれだ。活躍
約できたんじゃない？前回の特攻だから入ってんだ。わあ、持ってる人いるやん。もう持ってる人いるやん。そりゃそうだよな。前回の特攻だから入ってるはず。で、まだコストが、11余ってるから、ひかりちゃんに、これ回避がないんだよね。レベル？レアリティ。どっちがいいかな？ヒットポイントと防御力上がんの。こっちでいいか。編成中やん。ヒットポイントにしとっか。うん。VS レビューの縛りがきつくてね。なかなかしんどいんですけど、みんなどうですか？オート使ってます？ VS レビュー、オートだとわけわかんないスキル使われちゃうんで困ってはいるんですけどね。普通にいた彼女が見つけたね、私たちの星を。ありがとうございます。うまく照らせたかな。一応今レベルは74ですね。ちょっと今石足んないからちょっと厳しいかもしれないけどね。80まで、早く80まで上げたいですね。さっきの生放送で終了で300スタージュームもらえたんで、みんなももらってくださいね。はい、というわけでね、今回イベント生放送のね概要お伝えする動画を作らせていただきました。楽しみに待ちましょう。もうずっと同じイベントの繰り返しなんで、今度はね、レイドイベントとか挟んでくれたら、また楽しいですよね。VS レビューイベントとかもね。なんかちょっとこう、ひねった感じのイベントが欲しいなって思いますね。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。ルーでございました。またね。バイバイ。